然のクエスチョン。私、困りますわ。そういうわけではないですの。国の名前は知っているのですが、行ったことがなくて。物心ついた時からこのお屋敷のメイドをしておりますわ。はいですわ。だからアントニオさんに言って故郷のものをいつも買ってきてもらっています。はいですわ。それでこれが私の故郷のものです。これが私の故郷の名物らしいですわ。こんな立派な時計塔があるらしいですの。一度間近で見てみたいものです。はいですわ。そうですわ。すみません、ほこりっぽいんじゃないですか。はい、祭壇のすす払いを。ジェーンが忙しいので代わりに引き受けました。ディアナにここを任せるわけにはいきません。お気遣いありがとうございます。相変わらず暇そうね。やることがないなら食堂で待っていれば。まさか場所を忘れたなんてことはないわよね。仕事を増やさないでね。食堂で待って。では、忠告を聞き入れる気はないと。その必要はありません。責任は持てませんよ。それも分かっています。彼がこの島に対し、
どれだけのインパクトを与えるか、あなたはもう気がついているはずだ。そうですね。でもそれが一体何だというのでしょう。何？ドミノの灰は、話しておけば全部が倒れることはありません。少なくとも最初の灰以外は。私たちが彼のことを語れば語るほど、それはカタストロフへ至る道を自ら開くことになるのです。ドミノの灰を自ら近づけることになるのです。例えばほら、このように早くも妖精が引き寄せられてきた。確かに覗き見の好きな妖精だ。彼への最も有効な対処は、その存在を無視、あるいは忘却することです。そうすれば何も起こりません。彼は何も起こすことができません。理屈はわかる。だが私の職務はそれでは務まらない。まあそうでしょうね。私の武器が戻らなくてもできることだけはやっておく。お手柔らかにどうぞ。あなたが動かないのならこっちは勝手にやらせてもらう。それでいいんだな。私としては彼よりあなたの方が危険に見えますよ。邪魔したな。どいてくれないか。失礼。この部屋の前をうろつくな。この部屋の前をうろつくな。私ですか？スイスと言われておりますが、詳しくは知りません。両親とは早くに別れておりますので。いえ、そんなお気になさらずに。私は大丈夫ですから。故郷ですか？私はインドってところらしいです。生まれてすぐにイギリスの組織に売られたから全然記憶がないんですけど。私の故郷ではよくあることらしいですよ。お金がないのに子供ばかり多くて生活できなくなるらしいんです。多分私のお家もそうだったんでしょう。別に大丈夫ですよ。
ここの生活も好きですし。何か？すいません、調理の邪魔になりますので。いえ、それでは。何か買ってきてほしいものがあるかい？喜んでもらえて嬉しいね。今日はいい天気だな、先生。Thank you.
僕がそんなことするわけないじゃん。